こんにちは、プロインタビュアーの早川洋平です。恋と仕事と社会の Q&A、 今日は第3回です、はい、イラさんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ前回は不倫のボーダーライン。そうですね、でも本当に大人のキスで止まれるんですかね。そうですね、心配です。ちょっとその後どうなったのかまたお便りいただけると嬉しいですが、はい、さあ今回は一点こんな質問が来ています。買い物依存。うちの妹は買い物依存症です。常にスマホで次に何を買うか考え、服飾を眺めています。クレジットカードは旦那に取り上げられたようですが、バイトで稼いだお金、親からのお小遣いをすべて洋服などにつぎ込んで買うと満足するようで、あまり着ないで私に回していきます、1日のうち次に何を買うか考えている時間が大半を占めているように思います、何か趣味を見つけるように言ったり忠告してきましたが治りません。どうしてそんなことになってしまうのでしょうか、ということです。これはね、なかなかしょうがないんですよね。要するに人間って必ず何かに依存しているような生き物なんですよ。で妹さんはたまたま買い物だったけど、ギャンブルもありますし、痴漢依存もあるんですよね。痴漢依存、だから分かっていてもやめられないんです。でも某有名人とか某ミラーマンの人なんかもそうなのね。いや、これをやれば破滅だと分かっててもやりますから。破滅してなんとか復帰しかけたりみたいな人もいますよね。いますいます。薬もそうか、覚醒剤ももちろんそうだし、でも中には勉強依存とか仕事依存とか、読書依存みたいなのももちろんあるんですよね。そんなに人に、ね、迷惑かけないようなものもあるってことですよね。で逆にその依存のせいで仕事依存で気がつけば会社を立ち上げて大成功みたいなこともあるんで、依存が一概に悪ではないんですよね。そうですね、仕事依存も逆に言うとそれで家族崩壊する可能性もあるけど、どっちもありますよね。そうだから多分妹さんの場合はその欠けている何かがあるんですよね。ぽっかり大きな穴が開いた心だったり暮らしだったりを続けている人が、たまたま何か強烈な快楽のあるものにそこが穴のところにパカッてはまってしまうと、買い物だったりギャンブルだったりの快楽が心のかけらの穴、開いているところを埋めてくれるんだよね、心の穴を。だからそうなると難しいんで、じゃあどうしたらいいかっていうと、その欠けている心の方を何とかしないといけないよね。それは何だろうね。それは書いてないからわからないんだけど、旦那との関係なのか、子供の頃育った環境なのか、そしてそれをこのお姉さんが解いてあげられるのかってところもありますよね。そうですね。根は本当に深いところにあるので簡単にはならないんですよね。だから妹さんをカウンセリングに連れていくのも大変だと思うし、ただ一つ今回救いなのは、自分でアルバイトしたお金と親からもらったお金を使い切れば満足しているってところだよね。破滅的な依存ではないです。なんかすごいどっか借金してきてるとかでもこれなさそうですよね。ひどい場合は本当に借金して、親族中のお金を全部使い切った上、一家自己破産みたいなこともあるので、彼女の場合はうまく止まっているので、まあまあ耐えられないことはない依存だなとは思うんですけどね。そうですね。そういう意味ではこのお姉さんとしてはどうしましょうかね。こっそり家の洋服を買ってきてすぐ届いてから、中古の洋服屋さんに行って現金に変えてせっせと旦那に還元させる手はあると思いますけどね。買った後のことはもう一切気にならなくなるんで、見ないんですよね。着ないし見ないし、バッグとか買っても使わないんですけど、こういう人は。これちなみに、依存って誰しもがって言いましたけど、イラさん依存ってなさそうですけど。いや僕はあると思いますよ。何ですか？だって子供の頃から活字依存ですからね。そこか。であとなんだろうな、まだあんまないかな。なんかそれだけだとちょっとこうほら一般人としては嫉妬してかっこいい依存じゃんって思っちゃうけど、なんかちょっとどうしようもない依存とかなかったんですか？でも例えば静かな部屋で集中して仕事するとか勉強するとかできないですから、こういう雑音とか音楽依存とかもあるんですよね。じゃあなんか型にはめられてここで勉強しなさいとかみたいな。だから図書館の読書室みたいなのが本当に嫌なんですよ。なんかシーンとしないといけない、おしゃべり禁止みたいな。でもほら小学校の時でしたっけ、図書館の本全部読んだみたいな、僕の前聞きましたけど。子供の棚は読みましたね。その時は図書室で読んでたんですか？いや違います。やっぱり違うんだ。じゃあやっぱりその時からそういうところは無理だったんだ。でもなんか押し付けるの嫌だよね。なんか雷鳴でもさ、死後禁止みたいな、もう最低の雷鳴があるじゃない。ああいうのたまらないね。そうですね。なんでそんなもんありがたがあるんだと。まあ言ってみれば勉強とかもそうですけどね。なんかひたすら黙ってみんなで勉強しなさいみたいな嫌だなと思うけど。でも話戻りますけど、依存かどうかのその分かれ目もありますよね。なんか一時ハマって、僕もそうですけど、やっぱ今洋服買うのが今更ながらすごい好きで結構買ってるんですけど、それ依存かっていうと。いや違う違う。何が違うんだろう。いやもう単純に言えば社会生活を普通に送れないぐらいの強度のものになると依存症っていう病気になるわけ。でもその手前だったらだってここでぶっちゃけ言うけれど、覚醒剤30年使って健康に暮らしてる人いるからね、依存にならずに、ストレスがたまると月に1回ぐらい使ってパーッと楽しくやって、でまた元に戻って仕事して、でも警察にも捕まらずうまく30年生きてるみたいな人もちらほらいるのよ。世の中って広いからね、まあ進めないけどさ別に。ただまあ依存はいろんな形があるってことですね。本当にあります。思っても見ない依存はありますね。はい、ということで何かヒントになったでしょうか。はい、さあ、今日もお届けしました恋と仕事と社会の Q&A 前段のメールマガジン石平ブックトーク小説家と過ごす日曜日では Q&A を募集しています。詳しくは石平公式サイト、ブックトークのページからご覧ください。そしてこのブックトーク初月無料で小説や Q&A 全て読めますのでぜひトライしてみてください。ということで今日は第3回お届けしました。井田さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。石平でした。